鈴木隆は日本の実業家、エステ会長。東京都で日用品の卸をしていた鈴木千蔵の4男として生まれる。東京都立新宿高等学校を経て、1959年、一橋大学小学部卒業、日本生命保険入社、東京総局長サブモン配属。日本生命保険で法人営業部第一課長や、 総合法人業務部次長を経て、1985年エステー科学に出向した。エステー科学で企画部長、取締役営業本部首都圏営業統括部長、常務営業本部マーケティング部長、専務等を経て、1998年エステー科学、代表取締役社長、2002年、代表取締役社長兼最高業務、執行役員。 2004年に自身を含めた役員の暴走をチェックする体制を作るため委員会設置会社に移行し代表執行役社長兼取締役会議長に就任取締役を10人から5人に削減したり商品数削減工場閉鎖などのリストラを行う一方新商品を絞り込み消臭剤消臭ポット消臭力脱臭炭 電子式消臭方向材の新商品をヒットさせる。疲労が募り、2004年に1ヶ月間入院した。2005年には創業以来最高の純利益18億円を達成した。また、売上高を社長就任時から20%増やし452億円とした。2007年に社長を退任し、執行役兼取締役会会長に就く。同年、社名を エステ科学からエステに変更する人頭指揮を取る。科学専攻以外の学生からも幅広く就職先として志望してもらうことが狙いであった。同年、社名変更を告知する CM に小林社長と共に出演。鈴木がトップダウン型の経営を行っていたのに対し、公認の小林博士三社長はチームワーク経営を行っていた。 ところが、リーマンショック等による景気悪化により、消臭方向材事業の販売が伸び悩んだことを受け、再びトップダウン型の経営により、経営スピードを上げるため、求心力のある鈴木が、2009年、代表執行役執行役社長兼取締役会会長に復帰した。2010年に、同社製品、カオリムシューダーの CM に主演。2012年から社長を、 米田幸正に任せて、再び会長専任。薬剤師で、エステ科学の事実上の創業者、鈴木誠一や、鈴木昭夫は、実刑で、2013年4月から社長を務める、元日産自動車社員の鈴木隆子は名である。ありがとうございます。